トラバンチャンネル。参りましょう。伝統の一戦、OB 対決、プレイボール。ライトアップから1球目、高めに浮きましたが125キロ。2球目、これもやや高めに浮いている。マウンドで白い歯が3球目は打ってきたか。一旦に消えます。ファールボール、124キロでした。これでカウントは手を出していった高橋由伸。4球目はどうだ。打って、すごい打球がライト方向、ライトがキャッチして、今の打球中岡のジャッジがアウトということで、この勝負では、まず高橋由伸さん、真剣勝負を終えての心境をお願いします。いや、本当にね、能見君とは現役でたくさん対戦させていただいた中で、発表したまでね、またユニフォーム着させて打席に立たせていただいて、本当に楽しかったですし、昨日ジャイアンツがね、左ピッチャー打ちあぐねましたんで、左ピッチャーこう打つんだというのを見せれたかなと思います。ありがとうございます。そして能見さん、お願いします。はい、高橋由伸さんとは通算成績3割超えてるので、やっぱりね、苦手なバッターの一人なので完璧に打たれました。ありがとうございます。甲子園球場を沸かせる熱い勝負でした。今一度高橋さん、そして能見さんに大きな拍手をお送りください。以上、伝統の一戦 OB 1打席対決でした。